ワク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 、おやばい、始まるよ。ワク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 チャンネル、おもちゃレビュー専門チャンネル、ガキレンジャー DJ 和尚のワクワクチャンネル。へい、今回ご紹介するおもちゃはこちらの商品です。ドン、東京丸い次世代電動ガン AKS-74N です。ドーン。はい、ということで東京丸いの次世代型電動ガン、電動ガンだけどガス風呂のようにね、リコイル、ドンドンドン、衝撃が発生する電動ガンです。これは東京丸いさんの中でもね、人気のシリーズです。その中でも通好みの AK 紹介したいと思います。ではではでは、 Here we go! ワクワク。はい、次世代電動ガン AKS-74N です。ドーン、かっこいい。いや、激渋ですよね。 M4 のライバルと言われてる AK ですよ。かっこいい。さすが次世代電動ガン、持った時のね、重量感、手応えがすごいですよ。ほとんどのパーツはね、金属製です。反対側、マガジンを装着するとこんな感じです。かっこいい。いいね、いいね。ちなみに別売りでね、マガジンはブラックも発売されてます。こちらのブラックカラーを装着するとね、かなりイメージが変わります。精悍な感じになりますよね。2パターンのカラーバリエーション、どっちもかっこいいと思います。ワクワク。先端、大型のマズルブレーキが装着されてます。マズルブレーキは脱着可能です。先端は14ミリの逆ネジ、一般的なサイレンサーなんかをつけることができます。フロントサイト、金属製です。かなり剛性がありますね。全然曲がりません。 AK の特徴の一つでもあるクリーニングロッドも付属してます。そして最も AK らしいものがこのハンドガード、木製ハンドガードですよ。と言いたいところなんですが、これ木製にね、よーく似せて作ってある樹脂製のハンドガードなんですよ。すっごくいい感じでね、木製ハンドガードを再現してると思います。ワクワク。リアサイト、調整が可能です。チャージングハンドル、可動範囲は実銃の3分の1程度でしょうか。セレクター、かなり軽い力で動きます。ストック、折りたたみが可能です。ここについてるボタンを押しながら、はい、かなりコンパクトになります。以前紹介した G36C、 あんな感じですね。持ってみるとこんな感じです。すごいコンパクトです。元へ戻す際はここについてるレバーを外します。軽い力で戻ります。ストックにはね、スリングスイベルもついてます。グリップ、電動ガンでここにモーターが入ってるんでね、ガス風呂の AK なんかに比べるとちょっとね、太いんですよね。この辺は仕方ないですね。ワクワク。本体左側、こちらにね、レールがあります。ここはね、スコープなんかを乗せるためのマウントベースをここにかませることができます。そして AK の魅力の一つ、マガジン。挿入する際は前方をまず引っ掛けます。こんな感じですね。ギュギュッと引っ掛けて後方へ引っ張る、こんな感じですね。マガジンキャッチはここです。押しながらそのまま前方へ引き抜く。失敗した。いや、マガジンのね、挿入も AK は独特でね、 M4 に慣れ親しんでると AK のね、マガジン脱着っていうのは一瞬難しいかなって思うんですけど、これもね、慣れればほんと簡単、しかも楽しいです。ワクワク。電動ガンなんでバッテリーが必要になります。バッテリーはね、ハンドガード上部ここを外します。このレバーですね、これを展開するとこんな感じで外れます。コネクタはここにあります。
内部はね結構クリアランスが狭いんでね、使えるバッテリーは結構ね絞られてきそうですね。東京マルイさんからは専用の 8.4V ミニ S バッテリー、こちらをね使うようにね取扱説明書には書いてあります。実際にバッテリーを装着してみますね。コネクターを挿します。そして配線がねかなりこれは本当に狭い場所に押し込むような感じなんで、向き的には東京マルイさんのこのミニ S バッテリーシールがついてるのはこっち側、こんな感じでねこういう感じでもうかなりタイトめに押し込むって感じですね。で先ほど取り外したカバーをはめる、レバーを下げる、うん、はい、これでバッテリー装着完了です。うん、ガタつきが全くないですね。振ってもね先ほども言いましたがクリアランスがほとんどないんでね、中でカタ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 言うようなこともないです。うん、サバイバルゲームとかでもねガンガン動けるような感じですね。ワクワク。はい、次世代電動ガン AKS-74N 電動ガンながらリコイル、衝撃が発生します。どういう感じで衝撃リコイルが生まれるのかっていうのをね空打ちでちょっとご覧ください。セレクターをセミオートへ、ではいきます。空打ち、おお、いいですね。チャージングハンドルもねガス風呂のように連動して動きます。まあ、稼働範囲はねかなり少なめなんですが、うん、ガス風呂のようなねアクションも楽しめる電動ガン。では続けてフルオート行ってみましょうか。セーフティーは真ん中ですね。ではフルオート空打ちです。やばい楽しいよこれは。うん、いや実写が楽しみです。ではでは行ってみましょうか。 AKS-74N 実写レビューへゴー。ワクワク。次世代電動ガン AKS-74N 実写。ファイヤー。やばい楽しいです。もうね心地いいリコイル、どん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 、すっごくいいですね。命中精度もねほんとまっすぐ綺麗に飛んでいきましたね。まあ室内のね5メートルぐらいの距離なんでまっすぐ飛んでいくのは当然なんですが、それにしてもねほんとレーザービームのようにねフルオートなんかピューッと白い線を描いていきます。ほんと気持ちいい。そしてね AK はねこのチャージングハンドルがね連動して動くんでね、打ちながらでもねこう視界の隅にチャージングハンドルがちょっとこう動いてるのが見えるんですよ。これはねすごく打っててね、あ今機械が動いてるぞって感じがしてすごく楽しいです。AKS-74N 相談数はね74発、まあ 74N にかけて74発、なかなか粋な感じなんですが、この74発をね一気にフルオートで連射してみたいと思います。うーん、楽しみです。AKS-74N 74発フルオート一騎打ちいきます。ファイヤー。おほほほ、楽しいっていうか冗談がすごかった今いやーゴーグルがね本当に必要だってことが分かりました。かなりね体に当たってきました。いやーでもやっぱこのリコイル74発一気に打ち込むとねほんとすっきりします。いやー楽しい。
クエンディング。はい、というわけで東京マルイ次世代電動ガン AKS-74N のレビューでした。次世代電動ガン、ほんとね、安定した射撃が楽しめます。なおかつリコイルもある、すっごくね、部屋撃ち、サバゲー、どちらでもぴったりな銃だと思います。このワクワクチャンネル、レビューが楽しいな、ワクワクしたなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上、ガキレンジャー DJ オショーのワクワクチャンネルでした。またお会いしましょう。うー、ワク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 、ガキレンジャー。新曲情報、We be searching, searching, hey, more fire bang up and kill shop, yeah. We be na bouncing, bouncing, chewing the bomb rack and go shop. We be searching, searching, hey, more fire bang up and kill shop, yeah. ガキレンジャー2020年シングル第2弾リローデッド8月2日配信リリース。